写真拡大。第101回全国高校野球選手権大会第11日、17日、甲子園3回戦が行われ、星稜、石川は智弁和歌山に今大会初のタイブレークで延長14回、4対1でサヨナラ勝ち。24年ぶりの8強入りを果たした。プロ注目のドラフト1位候補、奥川京伸投手、3連が3安打1失点で165球完投。自己最速の154キロを連発する力投ぶりで、1973年に作新学院江川卓、元巨人がマークした23奪三振、延長15回に並んだ。準々決勝では仙台育英、宮城と対戦する。18日放送の TBS 系、サンデーモーニング、日曜前 8.0 の名物コーナー、週刊教育研版では、この話題を取り上げた。ゲスト出演した野球評論家、篠塚和典氏、62は、いいと思いますねと第一声。プロ注目のドラフト1位候補、大船と岩手の佐々木朗望投手、3年も引き合いに出し、使えるとすれば、こちら、奥川投手の方がいいと思いますね。体もやっぱりしっかりしているし、すごい楽しみですね、と語った。